初めて少しずつチームが出てくるんですか。はい、そうですね。中学生入れ替わり激しいですから。そうですね。そうですね。どこだったらおかしくない。そうですね。はい。大会記録が46秒70。一番の未来のですね。
6分の1番、このタイムはどのくらいでしょうか。6分の1番、ワイルドタイム記録を上回る
手、大会記録の46秒53をマークしてました、千葉チームのアンカーの方に来ていただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、この辺。めちゃくちゃ嬉しいです。予定通り、はい、予定通り。決勝ではどのぐらいの競技練習してるんですか。日本記録、中学生、あ、中学日本記録を目標に。あ、ということは全員が中学生で完成しているわけですね。そうですか。国立競技場何回目ですか。2回目。これ1回目ですか。1回目。どうですか、2回目。静岡47秒69でした。予選2組結果確定です。2年目にしてみんなのチームワークを
U16 女子 400m リレー予選5組。Thank you.
着のフィニッシュタイムは47秒台でした。女子の最終レースですね。そうですね、今リプレイが出ていますね。それでは1着でフィニッシュした東京市民です。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでした？予選良かったんじゃないかと思います。1着でフィニッシュできて、タイムどうでした？タイムは47秒8、1から7。